アラペコアザラシと申します。三国志8リメイク、難易度は上級、シナリオは191年7月、選択武将は董卓、第12回を始めさせていただきます。前回は軍備を整え、都市数だけで言ったら最大勢力の劉表との戦に突入するところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。なので常用戦を開始したいと思います。で、あとはこちらいつも通り一括解除で、董卓さんで、董卓頭がねいいので、別にそんなに奮起とか持ってる人がいいかな。エンカーさん連れてきましょう。これでいいでしょう。で、兵士は当然マックス、重機兵で向かわせましょう。で、あと副将にはリジュさんで、リジュには先鋒でコブとか馬勢持ちで、できれば、あ、治療持ちの方がいいかな。数値入れましょう。で、あとは能力、武力補正で、あー、テーフいいですね。テーフ連れてきましょう。あ、キレイもいけるのか。じゃあ、キレイの方がいいな。似合ってる、似合ってる。で、1万1000で、土兵と。で、あとはもう一人、軍師級として核。で、核は馬勢持ちなので、能力で関連で武力補正ですね。こちらで、あー、テーフさん、関東さんいけますね。ここは関東だな。あ、郊外も行けるのか。郊外も連れて行きたいな。郊外も連れて行きましょう。で、マックスで土兵を連れて行きましょう。で、あとは当然、武力補正、馬長さん。で、知力補正の高い戦法を持っている西洋さん。西洋さんですね。で、こちらでマックスで、重機兵で、あとは義兄弟の宝徳さんで、宝徳はな、誰も連れていかなくたっていいんだよな。強いからな、知力も高いですしね。重機兵で円光さん、他に出世させたい方がいたらね、ちょっとね連れていきましょうかね。知力補正で先方で、課金かな。で、重機兵。そうか、宝徳さんも、先方が3の部類が欲しいので、老生さん連れてきましょう。で、これで、基本的には OK で、あとは、周遊さん。で、武力補正でテーフさんを連れてきましょう。で、こちらマックスで土兵。で、最後は当然、小覇王、孫作さん。孫作で、あと優秀な人で連れてってないのは万長李玄。この辺りですかね。大丈夫かな。郊外とかも連れてってますからね。万長李玄連れてきましょう。で、マックスで重機兵、これでいきますか。孫策はちょっとよく見ると、どちらかというと歩兵の方が向いてるみたいですね。そしたら重機兵じゃなくて軽歩兵でいきましょうかね。で、ちょっと周遊、弓兵を狙ったんだけれども、弓よりもこれを見ると牙の方がいいみたいですね。あ、でも矢嵐持ってるからな。弓兵でもいいのか。とりあえず弓兵で使ってみましょう。まあね、今までがね、領主のね、騎馬軍団をね、率いてたのでね、騎兵一択で基本間違いはなかったんですけれども、そうか、南の勢力だから騎兵よりも歩兵とか、そっちの方がいいんですね。核もどちらかっていうと、今更ながらですが、歩兵系の方がいいのかもしれないですね。リジュも騎兵か。道理で弓の
選択肢があんまりないと思ったわけだ。でもなぁ、騎兵にしちゃっても弱いからなぁ。あんまり前に出したくないですからね。で、トウタク様はね、当然騎兵ですね。さて、この軍勢、約8万ですね。7万7000。流氷軍に対して戦闘を仕掛けましょう。出るぞ。歯向かう者は、もちろん戦闘を操作します。いや、歯向かう者をね、徹底的に潰してやるというね、恐ろしいセリフが出ましたけどね。軍技をいかがでしょうか。で、まずは策略。あ、2つしか選べないんですね。3日混乱状態なのはこっちは使いたいですね。これにしましょう。で、部隊配置で、砦を2つ抜かないと城陽までたどり着けない。これ結構めんどくさいですね。そしたら、かしこまった。こちらは、このように向かいましょうかね。さてさて、ここで軸になるのはトウタクですね。で、あとはなんといってもね、この3兄弟を、まあ、4兄弟ですね。まあ、4兄弟ですけど、実際はこの3兄弟の功績を上げて、ちょっとね、また出世させるのを目的にしましょう。では、凱旋です。はい、凱旋です。いきなりいますね、チンシンたちが。金馬町、まかり通る。とりあえずここまで行って、先鋒入れられるか、攻撃ぶつけましょう。進め。一旦下がりましょう。報告します。砦からの反撃を、いや、馬長に攻撃を受けさせたいから、ちょっとここで待機しましょう。孫博士、出る。俺の背を追え。とりあえず、我が部を示す戦士。ここで待機。一同を北に張り付けて馬長に敵を引きつけましょう。いざ前へ。多分これで馬長を攻撃してくると思うんですよね。行くぞ。続け。前進でしょうね。敵の土線で放て。ああ、土兵だからな。金馬長、まかり通る。どうしますかね。馬長でこれ攻撃仕掛けるとしたら、とりあえず奮起だな。馬毛騎と共に奮起で戦意上昇させときましょう。報告で、トウタクで、ちょっと待てよ。ここだと砦の攻撃を受けてしまうので、一旦これで戻りましょう。とりあえず馬長にね、落とさせたいですからね。光徳にも攻撃を仕掛けましょう。よし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 、これでいいでしょう。とりあえず北に移動するだけ、北に移動するだけ。ここで待機。待機。待機。これでいいでしょう。行くぞ。続け。嘘だろ。まあいいけど、宝徳でも。策を耐える。狙え。宝徳狙われてんな。まあそしたら馬長は。馬長は次の機会にっていうところかな。あんまり貯めといても仕方ないからな。待機。報告します。ここで待機。戦うの。そしたら宝徳で、これで勝てるでしょ。はい、撃破。宝徳2部隊撃破。来たか、昭和王の進軍だ。ここで待機ですね。我が部を示す。前進。遠光さんもここで待機。一同は感じ速やか。待機。いざ行け。待機。
策を講じよう。進め。待機。よし、これで次で砦を一気に落としに行きましょう。お、援軍が来ましたね。ここで劉表の軍勢をね、圧倒的に倒していきたいですね。攻撃を仕掛けましょう。で、一歩下がりましょう。で、董卓は攻撃を仕掛けましょう。で、一歩下がりましょう。で、報徳も攻撃を仕掛けましょう。意外にちょっと砦が硬い。俺の背を追え。突撃。さて、俺の背を追え。見せてやる。前進。ここでとどめを刺したいとこだけど、意外に残ってる。一動を感じよ。まず一手。攻撃仕掛けましょう。これはやばいな。いざ。攻撃を仕掛けましょう。連携出なかったか。どう仕掛けるか。ただリジュが結構いけるはずじゃないか。攻撃、あーダメだったか。一発食らうか。砦からの攻撃を、あー先方連撃でも入れとけばよかったですね。ちょっと無駄に体力を消耗してしまいましたね。兵力をね、消耗しちゃいましたね。董卓を壁に使いたいからちょっと前に出しましょう。まあ罠にかかってもいいですよ、董卓であれば。結構減ったな。で、軍を展開していきましょう。一同はまず行って帝国行け。で、リジュもこのままで。お、来た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 。ん？負けるとでも行け。本体と合流するつもりか。策を講じよう。待機。手心なく行け。南下してこないか。どう仕掛ける隊列を叩け。お、来た。馬長に来たか。次の一手。馬長にな、ちょっとな、勲功稼がせたいんだけどな。新馬長、まかり通る。普通に攻撃しましょう。で、待機。で、董卓は動けない。で、次は報徳でとどめを刺すと。これで報徳が3部隊撃破しましたね。で、待機。待機。ここは全部待機でいいですね。敵が出てくるんじゃないかと思いますが、あともう一つなんといってもね、砦で落とさなきゃいけないから、ちょっとそれが面倒ですね。7日目で来ないか。金馬長、まかり通る。来ないみたいですね。そしたら馬長を前出しましょう。董卓も前と。敵を見定めねば。で、報徳、これだったら襲いかかって来られるんじゃないかと思いますが、どうでしょうか。で、円光さんも出していきましょう。周遊各陣を崩すな。そしてむす、どう進め。逃げる。いや、遅いのだ。調印だけ来ましたね。策を講じよう。進め。そしたらリジュで行かせて、劣化だと入らない可能性があるな。コブを董卓に入れてもいいですけどね。そうするか。これで落ち着くといい。ここで戦意上昇ですね。どう攻めようか。進軍やれ。よし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 。金馬長、まかり通る。急ぐぞ。で、先方で連撃を加えましょう。これで勝てるだろう。金馬長の名、加勢してやる。いいよいいよ。いい一撃で倒せた。連撃必要なかったですね。立て直しの三段を立てねば。で、ここで待機と。で、趙胤を倒すためには逃がさないように頭を押さえましょ
そう。いよいよ。で、ここで逃がさないようにね、押さえていきましょう。敵を見定めねば。では、宝徳で攻撃を仕掛けて、これ倒せないでしょ。よし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 。ちょうどいいよ。で、逃がさないように蓋をしましょう。で、最後、孫策出世させたいけど、炎鵬出世させたいんだよな。でも、ここは孫策か。先方で、豪撃にする。ちょとつは突撃みたいなもんだもんな、きっと。豪撃にしましょう。よし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 。孫策も出世させたいですからね。で、ここで待機と。で、炎鵬さんも進軍しましょう。ちょっと今回の戦いはちょっと前進すべし、宝徳、孫策、馬超に花を持たせる戦いになるかな。仕掛けるか。隊列を崩すな。待機で、下の砦をどう倒すかですね。明かり通る。急ぐぞ。攻撃仕掛けて、1、2、2つが範囲だから、ここまで逃げれば、いや、まあ、とりあえずここまで逃げときましょう。こううるさい虫どもが、行け行け。あんまり反撃を食らいたくないですからね。ひるむな。これで反撃食らわないだろうな。進め。攻撃でかかれ。前進。待機。昭和王の進軍だ。これ多分反撃食らうな。 1,2,3 まで行ってるもんな。行くぞ。先方乱撃だとどうなる。昭和王の一撃。でも一発しか当てられないか。できれば倒したい。先方連撃。ダメか。立動を感じ、前進すべし。先方で劣化。これどうよ。砦には劣化が入らないのか。そしたら火や。存分にやれ。お、結構ダメージ与えたよ。そしたらこれは核でとどめをさせそうですね。正射じゃない、普通の攻撃でいけるでしょ。ダメ。じゃあリジュさん、最後とどめさせてもらいましょう。リジュはね、もうね、ある程度兵力あるからね、あんまりね、出世させなくていいんですよね。やっぱ1万とかね、率いてますからね。では、馬長を前に。あっと、馬長が、戦意低下か。コブある？自分の奮起だけか。まあいいや、前に出して奮起しましょう。歯向かう虫ども残さず散りて、いけいけ。いいよ。昭和王孫白府の敵はそこか。お、旧敵を目の前にして戦意アップと。戦うのみ、急げ。先方で鼓舞はないのか。馬長のね、ちょっと先方で鼓舞ある。孫策に鼓舞を馬長に入れてもらいましょう。行くぞ。いよいよ。で、ないか。炎鵬も前に進むしかないですね。遅れるな。待機。立動を感じよ。速やか。先方を鼓舞で馬長。心身を万全に整える。よしよしよし、これで戦意がマックスですね。行け。戦意重要ですからね。行くぞ。敵の動向は。で、リジュは策略はもっと近寄らないとダメですね。近寄りましょう。で、これで南下してくるか。南下してこない。馬長が動けないので、ここは一旦全軍待機ですね。これ全軍待機とかそういうコマンドがあるといいんですけどね。馬長がいない以上、ちょっとね、動くのはやめておきましょう。
見せてやる。どうせ敵軍も今回は動かないですね。どう仕掛けるか。手心にどう攻めよう。いやーでも見事に分官ばっかりだな。多いだけですね、軍を率いる力がのあるのは。策略で天変晴れにしときましょう。落ち着かんか。戦場だぞ。いよいよで一旦下げましょう。で董卓をここに置きましょう。これはベストなんじゃないの。董卓をねおとりにするね。いいよ。いよいよ手心なく行け。董卓をねおとりに使いましょう。行くぞ。一つを聞け。構わん。さあ、一手二の動向。やばい。神器量産の一撃。ああ。これが良い。どう仕掛ける。くそ。そしたら李寿で先鋒を、まあ、治療やってもいいけど策略で。総大将の周囲の敵を1日強行状態、3、3日混乱状態、3日混乱状態にさせましょう。試験を構わん。我が計略、敵も味方もしかと目に焼き付けよう。よし、3部隊混乱になりましたね。立て直さねば。手心なく陣を苦労する。いやいやいや、馬に軽騎兵に乗ってくるかこいつが。前進。この一撃はいかがかな。で馬長は先方、あーコブとかになっちゃうのか。攻撃で、でもな、多分これ返り討ちに合うだろうな。ここでいけるか。加勢してやる。一戦しかダメージなし。ちょっと舐めすぎたか。先方で罵声。いや罵声浴びせるなら劉表だな。そしたら劉表に罵声浴びせるか。いいよいよ。勝てばよかろう。でとりあえず待機で報徳先方突撃ない。罵声浴びせましょう。そしたら兵は軌道なり。いいよいよ。そしたら一旦待機。昭和王の進軍だ。そしたら孫策は先鋒使えない。攻撃で劉表一歩下がりまし、いや二歩下がりましょう。で円光さんは先鋒で罵声か。で劉表は周囲は連携を入れていきましょう。でこちら簡単順。先方で攻撃で、よしよしこれでいいかな。手心なく行け。たかれ。よし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 、いい具合に兵力が残ってるぞ。急ぐぞ。受け切れるはずがなかろう。いいよ。一辺も残さずや敵を撹乱すべし。いやー、火を入れられてるのは嫌だな。しかも簡単順に届いてないじゃん。先方でコブでちょっと董卓をコブさせましょう。で一旦待機。で董卓は一歩戻って攻撃。ちょっとだいぶ兵力減っちゃいましたね董卓が。乗れ。待機。戦うのみ。そしたら報徳は先方で連撃を入れていきましょう。これで倒したでしょう。よし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 。で一歩引きましょう。孫博。で孫策はとりあえずこちらだな。どけ。お、いいですね。もちろんやっていきましょう。この刹那に全てをかける。ここで勝てれば、受けてみよう。は
もう深夜、常用を守る敵はね、恐るに足らずって感じですね。そしたら必殺4、ここで一気にいきましょう。はい、一撃で勝利です。やっぱカードだよな、カード次第で勝ったり負けたりしますからね、この絵はね。武力差だけじゃないですね。一旦下がりましょう。で、炎光さんで先方を使わなくていいですね。簡単順ぐらい落とせますね。よし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 。で、一歩進んで乱射じゃないな、劣化で火入れられるかな、ダメか、聖者。お、いいですね、周遊と相性いいんだな、トータク。で、先方で火や、火いかけましょう。よしよしよし、炎上した炎上した。で、先方で、あー、そうか、治療があるか。そしたらここに潜り込んでトータク軍を治療しましょう。いいですね。で、劉表は、おっと、炎光に攻撃もせず、金馬長、まかり通る。馬長か、孫作さっきな倒したからな、ちょっと馬長に攻撃をさせたい。ちょっとここで待機、策略発動しましょう。強行渋滞にしましょう。敵も味方もしかと目に焼き付けよう。いかん。で、あとは次はトータク攻撃を仕掛けましょう。はい、連携入って4000、待機。そしたら馬長にとどめを刺させたいので、ここは待機、待機、攻撃、攻撃。よし、ここはもういいですね、待機。で、強行状態で動けない。あ、でも流氷のとどめは、いや、でも馬長に出世させたいんだよな。この現時点での功績の状態とかって見られないのかな。それが見られれば状況、あ、先行これありますね。孫作3000、馬長2000、炎光が少ないですね。そしたら炎光に稼がせるか、それがいいな。そうしましょう、炎光に稼がせましょう。東中へを恐れよ、己もまた。宝徳も前出して、で、孫作は待機、炎光さんで突撃の最後吸収でね、容赦なく倒していきましょう。これで炎光さんも先行を稼げたんじゃないか。はい、常用陥落です。まあ、どうせ仲間にならないですからね。一括で全解放。恩義に報いよう。で、先行は、お、炎光さんも稼いでますね。馬長、孫作、炎光、宝徳とね、うん、稼ぎたいやつが稼いでるって感じですね。本当はあと周遊も稼がせたいんですけどね。まあまあ、感謝いたします。いよいよ、各々励め。いかがだったでしょうか。劉表との激戦を制し、常用を抑えた我らが東卓軍、果たしてこのまま主要都市を落としていくことはできるんでしょうか。そろそろね、中間エンディングのね、まあ行方をね、考えながら動いてもいいんじゃないかというところになりつつあります。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。